短期間で日本語が劇的に上達したある方法をご紹介します。これは英語上達へのヒントにもなるはずです。Everyone! 皆さんこんにちは。アナイングリッシュの春菜です。自信を持って英会話ができるようになりましょう。突然ですが、今なかなか英語が喋れるようにならないって思ってる方への質問です。あなたが今英語がなかなか話せないって思ってる一番の理由は何ですか？コメントで教えてください。いろいろ理由はあると思います。恥ずかしいっていうのから、文法がわからない、言いたいことが言えない、使いたい単語が見つからない、などなど。でも、これさえすれば英語が絶対に話せるようになりますよっていう魔法の方法はないんですけれども、今回私がご紹介する方法は個人差はあると思いますけど、必ず少しずつ自分の言いたいことが出やすくなってくるはずです。これは私の生徒さんに必ずおすすめしていることでもあるし、私が日本語を学んだ時にも実践した方法です。それがズバリ英語で日記を書くなんです。そんなことだったのっていう声が聞こえてくるんですけど、英語の日記バカにできません。まず英語で日記を書くことのメリット4つご紹介します。1つ目、毎日書くことで英語を使う、英語でアウトプットするっていうことが習慣化できます。で、これは空き時間に自分のペースでできるっていうことも魅力的です。2つ目、伝えたいことを英語で表現する力がアップします。それと同時に英語で文章を組み立てる力が鍛えられるので、実際にスピーキングをするときにも効果的です。3つ目、日常生活で使う単語とかフレーズが増やせるので、会話をするときにスムーズに自然な英語が出てくるようになります。4つ目、新しい単語も増えるのでスペリング力向上にもつながります。じゃあ日記でどんなことを書けばいいのか。毎日起きてご飯食べて仕事行って帰ってきて寝て、こんなんじゃ面白くないって思ってる方、もちろん毎日の出来事とか今日の出来事を書いてもいいんですけど、そうやって面白くないっていう人は過去のことを書いても大丈夫。またはニュースとかタブロイドに対する感想とか意見でもいいです。文字を書くのが好きっていう人はノートに書くのでもいいですし、今だったらパソコンとかスマホのアプリを使ってそこで日記を書くのでもいいと思います。この日記を書くときにすごく大切なポイントは、正確さとか書く量にこだわらずに、とにかく自分の言葉表現で書くっていうことが大切です。これはどうやって言うんだろうとか、この単語は英語で何て言うんだろうっていう疑問があればすぐに調べて OK です。私は小6で日本に帰ってきたときには日本語の読み書きはほぼゼロだったんですけど、新聞の切り抜きをするのがすごく好きだったんですね。なのでその新聞の切り抜きを使って担任の先生と交換日記を始めたんです。その新聞の切り抜きに対する感想を毎日書いてました。で、気になる記事がない時はその日の出来事を書きました。当時は電子辞書とか持ってなくて、この紙の辞書しか持ってなかったので、あ、この漢字どうやって書くんだろうって思ったらすぐに毎回調べて、なんか書いてる途中にこういう漢字のことが言いたい時の表現ってないのかなとか、ここではこの単語で合ってるのかなっていう疑問があった時にはその箇所をペンで囲って先生に、こういう時なんて言ったらいいんですかとか、これで合ってますかっていうようなことを片言ではあったんですけど書いてました。で、そういう質問とか、まあ、こういうこのやって長い文章を短く説明したいっていうような、そういう要望なんていうのもそこに全部書いて先生に渡して、先生からまたお返事をもらうっていうことを毎日やってました。まあ、こんな風に担任の先生がいるっていう状況は大人になるとなかなかないかもしれないので、こういう時はオンラインのネイティブの先生を利用するのもいいと思います。で、こうやってネイティブの人に添削してもらえることによって、誰かの意見をそのまま真似してそれをシャドーイングして練習してっていうのではなくて、自分が言いたいことをもっと自然な英語の表現に変えてくれて、それと同時にスペルチェックもしてくれるので一石二鳥なんです。あとはやっぱりこうやってチェックしてもらうことによって、こういうシチュエーションでこの単語とかこの表現を使ってよかったのかなとか、この単語はみんなよく使うのっていうような、ちょっとしたモヤモヤ解消にもなるので、実際に話すっていうことになった時に自信を持って話せるようになります。余裕のある方はネイティブの先生とか、まあ、ネイティブの友達とかに添削してもらう時に、この書いた日記を自分で音読してそれを録音したものを
渡してそれをチェックしてもらってください。その時にこう発音チェックをしてもらってください。でさらに欲を言ったら日記をネイティブの人に録音してもらってそれをシャドーイングする。それができるとスピーキング力とリスニング力アップにもつながるので、ぜひ余裕のある方は試してみてください。でもそんなシャドーイングまでできないっていう方は毎日発音練習することをおすすめします。英語では日本語でなかなか使わない口周りの筋肉、口とか舌の筋肉を使うので最初はすごく違和感があったり筋肉痛になるっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、毎日コツコツ少しずつ練習することによってだんだんとこの口の周りの筋肉、筋トレと同じなので鍛えられてきて、だんだんと発音しやすくなってきます。忙してそんな発音練習してる時間もないっていう方でも、私の過去の発音動画見ていただけるとほとんど5分以内のものばかりなので、1日1つ選んで一緒に練習してみてください。英語で You don't use it, you lose it. 使わないとなくなるとか忘れるっていうことわざがある通り、少しやってはやめを繰り返してると、せっかくちょっと上達したものでもまた一からやり直しっていうことになってしまうので、その頑張りを無駄にしないためにも No pain, no gain、 痛みがなければ成長がないをモットーに、ぜひ一緒に頑張りましょう。友達とか家族の方にぜひシェアしてください。毎週の動画を見逃さないためにもチャンネル登録お忘れなくお願いします。ではまた次回。See you next time! 英語がなかなかな、だらだらなか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 。私が日本語の勉強、私が日本語の勉強、タブロイド。タブロイド、また、ニュースとかタブロイド。